負けられない。行くぞ。エイディア。これが俺たちの力だ。さてと、あ、敵集団撃破しました。
また依頼。水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができる。ええ、30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高いでしょうね。どうする、ロイド。もう水上バスに乗ってミシュラムへ行ってしまう。そうだな。よし、それじゃあ水上バスを待とう。今更ながら浮いた格好な気がしてきたけど。それもそうね、フォーマルな格好で行った方がよ。まあパーティーに乗り込めると決まったわけじゃねえしな。テーマパーク目当ての観光客に紛れていいんじゃねえか。それでも私はやや浮いているかと思いますが、いっそミッシーのパジャマでも着ていけばよかったでしょ。いや、さすがに目立ちすぎだろ。いくらテーマパークのマスコットキャラでもね。
こっちでいいのかね。観光客。ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。よう、彼氏たち。ちょいと訪ねたいんだけど、構わないか？ええ、いいですよ。観光客の方みたいですけど。ああ、この街ちょっと広すぎるんだよな。そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちでいいのか？なあ、こっちでいいですよ。俺たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんで。お、ビンゴだったか。そんじゃ、俺も並ばせてもらおうかね。あった、名乗り忘れてたな。俺の名前はレクター、レクター・アランドールだ。テレボニアの程度からさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアの帝都、帝国の方だったんですか。へえ、それにしちゃなかなか活かした格好してんな。サングラスなんざかけてもろにバカンスしようじゃねえか。おお、クロスベルっていや、最近リゾートでも有名だからな。豪にいれば豪に従え、これでも気合入れてきたんだぜ。気合を入れる方向が間違っている気もしますが、やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか？テーマパーク？なんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか？ええ、まあ俺も行ったことないですけど。もともと保養地でしたけれど、最近ではそちらの方が有名ですね。へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。代理として出席？あ、来たみたいだな。なかなか生かす船ではないか。早速俺様は甲板席の最前列を。すんじゃお先にな。なんだかランディをさらにチャランポランにしたような人だったわね。どういう意味だっつの。俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど。ま、同じ遊び人でも全然違うタイプかもな。ランディみたいに夜遊びとナンパが趣味っていうより、妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。あら、奇遇ね。あなたは？おお、キリカさんじゃないっすか。おとといはどうも。ここにいるということは、あなたたちもミシュランね。
キリカさんもですか？仕事半分、観光半分ね。それより今の派手な格好した子はあなたたちのお友達かしら？いえ、先ほど知り合ったばかりです。なんでもエレボニアの帝都から観光に来たみたいですけど。帝都から？なるほどね、ひょっとしてお知り合いですか？ええ、ユニークそうなオーラをまとっていたから職業柄気になっただけ。それではお先に、あなたたちも早く乗りなさい。いやー、相変わらずクールで素敵だぜ。仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね。出航するみたいですね。ああ、俺たちも乗水上バスか。初めて乗ったけど結構豪華な内装だな。バスと違って IBC が全面的に運営しているから、乗船料も基本的にタダだしね。どっぱらですね、それは。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできないけどな。到着まで20分くらい、適当にのんびりするとしようぜ。僕らの前には楽園が待っている。さてをどうで波打ち際に走り出そう。白いボードであの島目指そう。魅惑の日上げアウトバラソンやしのきかき氷、君がいる場所そう。僕の楽園。なんかめちゃめちゃ満喫してます。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。意味不明なんですが。レクターさんはミシュラムにどういったよ、テーマパーク目当てではないみたいですけど。ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。食えない中年親父？ああ、名前くらいは知ってるんじゃないか。ギリアス・オズボンっていう食えない親父なんだが。ね、ああ、やっぱ知ってるか。あの親父、押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざしてバラの似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつ。
エレゴニア帝国最初、通称鉄血最初です。まさか帝国政府の方だったんですか。ま、俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンっておっさんがいるだろう。去年そいつとギリアスのおっさんがそのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですか。で、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか。ま、いいんじゃない。どうせあんたらここで死ぬんだし。な、てめえ、今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでると。多分片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。何の目的で罠。いやー、いい反応だ。こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか。いやー、なんつうか、クロスベルに来るまでの間列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけどな。そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか。まあ真に迫っていたのでついつられてしまいました。あまりに反応がいいんでオークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが、さすがにそんなスパイ小説みたいな話はそうそう転がってねえよな。そんなわけないって。それではあなたも例のオークションに。ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が鉄血最小の代理ってな、なし。俺はただ帝国貴族のボンボン息子。都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけどその格好といい帝国貴族の若さまには見えねえな。おいおい、失礼なやつだな。お嬢さんたちはともかくあんたら野郎どもだってボンボンには見えない。違いね。ですが私たちも一応招待カードを持っています。改めて会場で顔を合わせることもあるかもしれませんね。ま、あんたら面白いしそん時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜機会があったら会場で。おう、
ミシュラン。なかなか興味深い場所ね。もう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいのだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか？ええ、野暮用があってね。まあクロスベルに来るのはこれで最後ではないでしょうし。またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえばアルカンシェルの新作はどうだったっすか？確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランス。脚本、演出、衣装、音楽、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス。どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇場と比較してもずば抜けているほどではないわ。でもイリア・プラティエ、彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど、生命の誕生、まさに奇跡かもしれません。いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ。死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みを押し上げている。リーシャか。死の気配ですか？あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして生と死。彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。陰陽対極、確か東方武術で使われている概念でしたっけ？別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の得意性。そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場。難しい話ですけど、なんとなくわかるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか？いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングがくどく鍵になるでしょうね。なるほど。すごいっすね、
そこまで考えてるなんて。これでもプロだから。自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段を考える。どのような仕事であれ、それがプロの流儀というものよ。プロの流儀。なるほど、勉強になります。私たちにとっても。なんていうか、想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところに IBC がリゾート開発を着ホテルとテーマパークができたのは2年ほど前らしいですね。ええ、以来アルカンシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。どこもバカ高で庶民には入りにくいけどな。俺も前にデートでテーマパークとレストランを利用したくらいなんだ。それでこれからどうすんだ。そうだな、まずはオークション会場の周辺の様子を確かめてみよう。ハルトマン議長邸だったな。ええ、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画があるの。議長邸はその奥だったはずよ。わかった。それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人みたいにオークションの招待客にも出くわすかもしれないですね。そういえばあの人、ずいぶん怪しい言動だったけど、本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血最小の代理って話と同じく単なる不可視かもしれねえな。ただああいう怪しい人間も招待客として呼ばれているらしい。シュバルツオークション、やはり一筋縄じゃいかなさ。ここなら釣れそうだな。
こんなもんかな。
この先はどうやら封鎖されているみたいだけど。お、何か書いてあるぜ。どうやらこの先はまだか。ええ、ミシュラムの開発計画はまだ途中みたいだから、今後こちらの方にも何か作られる。やれやれ。ごともかく今は用はなさそうだ。あれがハルトの議長、すごいな。屋敷という、まあクロスベルでは昔からの名士の家系だから。あの屋敷も100年近く前、帝国の統治時代の総督邸として建てられたものだと聞いているわ。それにしたってデカすぎだろう。帝国の大貴族じゃねえんだから。あんな場所を使って開かれるという大くし相当大規模なものみたいですね。ああ。警備の手数は例年通りだ。だが今年はヘイエどもが仕掛けてくるかも。招待カードを持ったやつ以外は誰であろう承知。俺は屋敷内部の警戒に当たる。何しろ神出鬼没なやつだ。そういえば出品物は全部搬入されたのか。ええ、今朝方。例の人形が最後みたいですね。今回の目玉の一つか。どれだけの目がつくことやら。まあいい、会場まであと数時間だ。くれぐれも気を抜くんじゃねえぞ。はい、お疲れ様です。出やがったか。あのおっさんも早速中に詰めているらしい。確かガルシアという元傭兵の若頭さんでしたね。パーティーの会場は確か夜の7時から。もう警備を始めるみたいね。ああ、それだけ警戒してるんだろう。しかし参ったな。いくら招待カードがあっても簡単には中に入れない。まあ俺たちも結構連中に面が割って。何か手立てを講じる必要がありそうな感じですね。
とりあえずここで連中に見つかったら元も子もなく。そうね、今の空耳、それとも気のせいだったみたいだ。よくわからんが、とっとと行こうぜ。実際大したもんだぜ。観覧車にジェットコースター、ホラーハウスにメリーゴーラウンド、おとぎ話に出てくるような中世の城まで建ってやがるしな。なんかすごそうだなIBC が観光の目玉としてオープンさせた施設だから、私もベルに誘われて一度入ったことがあるけど、とても回りきれなかったわ。あまり時間は取れないけど、ちょっと中を覗いてみるか。遊びに来たわけではないので、わざわざ入る必要はないかと。入場料も結構するみたいですし。まあ確かに安くはねえな。今から入ったんじゃとても元は取れないだろうぜ。今度お休みをもらったらみんなで遊びに来ましょう。それこそ午前中から一日中遊び尽くせるくらいに。はい、オークション会場に入る手立てを考える必要がある。確かに、チェックしてるのは。そもそもその招待カードはそのまま使えるんでしょうか。身元を照合される可能性が高そうな気も。確かにそうね。そのあたりレンちゃんから話を聞ければよかったんだけど。ま、招待カードを譲ってくれただけでも、いずれにしてもどこか落ち着ける場所が欲しいな。レストランはちょっと人目がありすぎるか。なら上のホテルに空室
はないんでしょうか。この時期だからさすがにまひょっとしたらキャンプフロントで聞くだけ聞いてみようぜ。そうだな。いらっしゃいませ。ホテルデルフィニアにようこそ。ひょっとして当ホテルのご利用でしょうか。ええ、そうなんですけど、やはり満室でしょうか。大変申し訳ありません。実は先ほど一件キャンセルがあったのですが、すぐに予約が入ってしまう。そうですか、惜しかったで。仕方ねえから、レストランあたりに行こうぜ。話をするくらいはできるだろう。そうだな。お困りみたいだね。わ、和治君？これは和治様。なんだか部屋が取れなくて困っているみたいだけど。ゆっくり話ができる場所が欲しいってところかな。ああ、だったら話は早い。僕の部屋を提供してあげるよ。おいおい、いきなりだな。こっちだよ。あからさまに怪しげな格好をしてましたけど。つうか、どうして不良グループのリーダーがこんな場所にいるんだ。まあ知らない相手じゃないし。とにかく行ってみよう。しかし君たちもなかなか優雅じゃないか。記念祭の最終日に休みをもらってミシュラムで豪遊とはね。なあ、まあ骨休みってところさ。それよりワジ、君のその格好はイカスだろ。僕の副業の制服みたいなもんさ。それってどういう。上流階級という冷たい世界で愛を見失ってしまった麗しくも寂しいご婦人たち、そんな彼女たちに一時の夢を見せてあげる仕事さ。それってもしかして、いわゆるホストさんですか。おいおい、なんて羨ましい。いや、もといけしからんことを。別にミラに困ってやってるわけじゃないけどね。いつもしつこく誘われるから仕方なく付き合ってあげてるんだ。まあ慈善事業ってやつ。なんて言い草だ。そういうすげないところに子
やっと一万マダムが多い。ああ、正直感心はできないわね。それではワジさんはホストのお仕事でここに。ああ、いわゆるエスコート役ってやつさ。とあるご婦人に同伴して、ちょっと訳ありのパーティーに出るつもりなんだけどね。なるほどね。なるほどって、その何の話だ？シュバルツオークション。大方その名前を知って調べに来たってところだろ。バレバレみたいだな。ということは、あなたが出る訳ありのパーティーというのも。ああ、そのオークションさ。去年も別のマダムの付き添いで行ったから2回目になるかな。そうだったのか。こんな身近に知っている人がいたとは思いませんでしたね。でも君たち、そのオークションを摘発するつもりなのかね。さすがに無茶だと思うけど。いや、悔しいけど元より摘発するつもりはないさ。ただ知っておきたかったんだ。クロスベルの歪みを象徴したような豪華絢爛な裏の社交パーティー。ロイド。なるほどね。その意気込みは買うけど、あいにくオークションには招待カードがないと入れないよ。毎年違ったバラのデザインで投資ナンバーも入ってる。どうしようもないと思うけど。それなんだけど、実はカードは持っているんだ。へえ、どうやって手に入れたかを聞くのは野暮ってもんかな。なあ、事情があってね。この招待カードだけど、身元の特定はされないのかしら。会員限定で登録されている人しか入ることはできないとか。いや、それはないと思うよ。裏の社交界的な側面があるから、新規の客を歓迎してるみたいなんだ。盗品を扱っている以上、あえて身元を特定されたくない有力者も多いみたいだしね。だったら何とかなるかもしれねえな。あ、そういや、1枚の招待カードで何人まで入れるものか。特に決まりはないみたいだけど、ただまあ大抵は2人連れだね。4人連れで入るのは目立つから、おすすめはできないよ。なるほど。それと、一応パーティーだからフォーマルな格好をした方がいいね。まあ僕みたいな格好をして悪目立ちするってのもありだけど。さすがにそれは遠慮しとくよ。なあエリ、パーティー向けの服装だけど、どこかで調達できる場所はないかな。それなら下のブティックがちょうどいいと思うわ。前に来た時に使ったことがあるし、私が立て替えておくから。いや、それはそのくらいさせてちょうだい。それより問題は潜入するメンバーでしょ。ああ、そうだな。くじ引きかじゃんけんで決めるってのもあれだしな。おいおい、何言ってんだ。少なくともお前は確定だろうが。え、今回の件、一番こだわっていたのはロイドさんですし、私たちのリーダーですから、行くのは当然ではないかと。でももうここは素直に引き受けておきなさい。見てみたいんでしょ、クロスベルの歪みの実態を。わかった。
引き受けさせてもらうよ。だったらもう一人同伴する人間を決めるといい。一人で参加するっていうのはかえって目立つだろうからね。そうだな、私かティオちゃんかランディ。マフィアがいることを踏まえて選んだ方がいいかもしれないわね。残る二人は会場の外でいざという時に備えて待機する、そんな役割分担でしょうか。ま、どんな分担にするにしてもまずは下のブティックに行こうぜ。ドレスアップする時までに誰を連れていくか決めとけよ。なあ、そうさせてもらおう。ちょっと待て、どうして輪島で一緒についてくるんだ。せっかくだからコーディネートの指南でもしてあげようと思ってね。マフィアのチェックをごまかすコツを教えてあげよう。まあそういう、なんかあからさまに興味本位っぽいですけど。ま、聞くだけ聞いてみようぜ。それじゃあ下にあるブティックに。まあいわゆる高級ブランド店、フォーマルな服からきれいめのカジュアルまで。その分いい値段だけどね。値段のことは気にしないで。それでロイド、誰を連れていくか決まった？ああ、一緒に来てくれるか。いいんですか、私は子供ではありませんが。そのやっぱり少々目立つのではないかと。ああ分かってる。でも逆にティオが一緒なら警察の人間には見えにくいんじゃないかと思ってさ。あ、君くらいの子なら去年も見かけたことはあるよ。辺境の小国あたりから来た世慣れていない貴族の兄弟。なるほど、私とロイドさんが今日全然似てないけどそれっぽくはなりそうね。そんじゃとっととコーディネートしちまうか。うん、こんなもんか。似合っているかどうかよくわかりませんけど。
っているけど、ティオちゃんすごく可愛いわ。まあ、ティオスケの私服姿はほとんど見たことがないからな。そういう格好は新鮮だぜ。そうでしょうか。いや、本当に合ってるよ。こりゃ兄弟っていうにはかなり不釣り合いかもしれないな。それじゃあお嬢様に従う若い執事って設定、それだ。いえ、兄弟で結構です。お嬢様という柄でもありませんし。そうかいろいろとこだわりがあるみたいだね。まあいい、ついでにこれも持っていくといい。これは女の子はドレスアップするとかなり雰囲気が変わるけど、君の方はフォーマルな格好でもそこまで印象は変わらないか、せめて会場にいる時くらいつけた方がいいんじゃないかな。なるほど。どうかな。へえ。驚いた。結構印象が変わるものね。しかも意外と似合ってます。これを機にメガネ男子になったらどうだ。いや、別に目は悪くないし。よし、これで準備は整ったな。あとはオークション。綺麗ですね。そうね。しかし夜には花火まで上げるなんてな。記念祭だけの演出なのか。いや、毎日ある演出らしいぜ。テーマパークの夜の部もナイトパレードに。そうか、どこかのご婦人。まあね。それではエイドスの幸運を。君たちがヘマをしなければ。アディオス。やれやれ。不良し、いろいろと怪しい人ですよ。でも正直、オークションの情報を教えてくれたのは助かったわ。借りを作ってしまったわね。なあ、俺たちもそろそろオークション、なんとか入り口のチェックを抜けて。はい。Thank you.
あ、エリーな、ま、とお待たせ。一応着てみたけど。うわ、いいじゃん。さすがに慣れてるだけあって、お嬢のドレス姿は言うことない。はい、とっても素敵です。それにロイドさんも中そう、さすがにエリーの横に立つとあなた何とか、ええ、ちゃんと見えると思うわ。どうやら余計な、そうだ、ここに Adios. Run. ま、こんなもんかね。やっぱり似合ってないかな。俺的には結構活かすと思うんだけどな。うん、二人とも、とてもよく似合ってるわ。なんだか本当に、さっきの設定通りで、真面目な両家の坊ちゃんを、悪い遊びに誘う年上の悪友。確かにそのまん、そ、嘘だわ。しかも意外と、Adios. エリーな、な、と、お待たせ。一応着てみたけど。うわ、いいじゃん。さすがに慣れてるだけあって、お嬢のドレス姿は言う。はい、とっても素敵です。それにロイドさんもなかなかお似合いだと思います。そうか、さすがにエリーなんとかエリーのボーイフレンドに見えればいいんだけど。ええ、ちゃんと見えると思うわ。どうやら余計なアドバイスは必要なさそうだね。そうだ、ついでにこれも。これは秘密。アディオス。
私の方は問題ないわ。そろそろ行きましょうか。ああ。準備は OK だ。オークション会場に入ろう。ええ、分かったわ。ロイドさん、エリーさん、どうかお気をつ。打ち合わせ通り、俺たちはこの辺りで待機してるぜ。何かあったらすぐにエニグマで連絡してこいよ。なあ、そっちの方も気をつけて。それじゃあ行ってくるわね。ようこそ。シュバルツ王妃招待カードを見せていただけ。ああ、これでいいかな。うん、念のためお名前を伺ってもよろしいですか。ガイ・バニングスだ。身分は明かす必要はないだろう。ええ、それはもちろん。そちらの方は？お疲れ様。私の方は事情があって身分を明かせないのだけど。私でもあるし、別に構わないのよね。ええ、ですが、一応そちらのガイ様とのご関係を伺ってもよろしいですか。あら、恋人には見えない。と言っても、まだお父様とお母様には内緒にしている関係なんだけど。ごめん、僕が君の身分に釣り合わないばっかりに。でも、きっと事業を成功させて、ご両親にお嬢さんをくださいって頼めるように頑張るから。期待してるわね。失礼しました。それではガイ様、お連れ様、どうか存分に今宵のオークションをお楽。想像以上だったな、ハルトマン議長。それにここまで大物だったのか。ようこそお客様。シュバルツオークションへようこそ。お客様は初めてのご来場でございますか。なあ、そうだけど。オークションは午後9時から正面にあるホールにて開催を予定しております。それまでの間、左手にあるサロンで競合の用意をさせていただいておりますので、お酒やお食事などをお楽しみください。ちなみに今宵、当館にお泊まりになるつもりは。いや、ホテルに部屋を取っているし、知り合いも待たせているからね。今回は遠慮させてもらうよ。かしこまりました。もし気が変わられた場合、すぐにお部屋を用意いたしますので遠慮なくお申し。なお、邸内はご自由にご考え。いくつかの区画は立ち入りをご遠慮願っておりますので、どうかご容赦くださいませ。ああ、わかったよ。丁寧な。いえ、何かあったら私や他の使用人に。それではオークション開催まで2時間くらいはある。一通り屋敷の中を回る。ええ、分かったわ。おかしいと思ったら。
やあ君たち、無事に入れたようで何より。おかげさまでね。それよりこれは何の騒ぎなんだ。ご覧の通り、修羅場ってやつさ。君だってそんないかがわしい格好の少年と一緒にいるじゃないか。まさかそういう関係なのか。その子は困っていた私を手助けしてくれた恩人ですわ。クロスベルに来て右も左も分からず困っていたところを助けてくれて。オークション会場まで案内してくれて、わざわざ付き添いまでしてくれた。あなたとそちらの女性のようないかがわしい関係ではあります。僕としてはそれ以上の関係になってもいいんだけどね。ねえ、そんな薄情なご主人なんか放って、このまま僕と火遊びしていない。奥さんみたいなけなげで可愛い女性嫌いじゃないしさ。ラジ君、そんな。君、人のワイフに色目を使うのはやめてもらおうか。ああ、もうこれ以上付き合ってられないわ。ジェームズさん、火遊びをするんだったらもう少し上手に立ち回ってよね。まったく、とっとと他の招待客を引っ掛けないと。やっぱり仕事上の付き合いなんて嘘でしたのね。もう愛想がつきました。私このまま実家に帰らせてもらいます。エヴァリー、そんな。なんだかお邪魔しちゃ悪そうね。俺たちはこれで失礼させてもらうよ。それがいいね。また後で宴を楽しんでくるといい。なあエリー、こういう設備を屋内に作るのにどのくらいのミラが必要だと思う？私だってさすがに見当もつかないわよ。こんな設備お城にだって想像はないと思うし。ハルトの議長か、昔からの名門とはいえそこまでの資産家なのか。うわっ、よう、お二人さん。ドレスアップしたようだが、なかなか似合ってるじゃないか。おお、パーティーに清掃してくるだけの分別はあるみたいだな。いや、その格好で言われても。さすがにラフすぎる格好だと思いますけど。ハルトマンのおっさんも自分の家のようにくつろげとか言ってたからな。あんたらもぼちぼち楽しんでるようで何よりだ。ま、俺に比べたらまだまだだけどな。どれどれ。お、あの辺りにするか。ちょ、いきなり何をやってるんですか。信じられないというか、こんな場所で魚が釣れるはずが。お来た来た。釣れちゃった。よし、今日はなかなかいいものが釣れた。これはクロエの土産に持って行ってやろう。観賞用の金魚の一種みたいだけど。あんたらの方もいいもん釣れるといいな。
かったことにします。お客様、申し訳ありません。こちらはスタッフ専用の部屋になっておりまして。ああ、それは失礼。広すぎて迷ったとマーフィアが勤めている待機場所ってところか。おい、ちゃんとリスト通りに揃っているんだろうな。ああ、前半の出品物はそろそろ会場に運び出すぞ。ひょっとして出品物はそちらの方で？ええ、万が一のことがないよう我々で保管をしております。オークションで出品されるのを楽しみな。それじゃ戻ろうか。立食形式のパーティーか。かなりの招待客が集まってる。料理やお酒もさすがに高価そうね。一流のシェフを雇っているのでしょうね。こんな状況じゃなければ喜んでごちそうになるんだけど、なんだか緊張して食欲がないな。無理もないわ。想像はつくわ。そして招待カードを渡すときには代表者が名乗る必要がある。で、何と呼べばいいのかしら。ガイでを。分かったわ、ガイ君。私はそのままキリカと呼んでちょうだい。分かりました。それでどうしてキリカさんはこの場所に？
やはり出品物が目当てですか。職業柄神塚の知り合いが多くてね、そういった人たちからどういう出物があるか確かめてほしいと頼まれたのだ。まあ市場調査といったところね。なるほど。しかしハルトマン議長という人はなかなか抜け目ない人物のようね。このオークション仕組みとしてよくできているわ。よくできている？どういうことですか？決して摘発されることのない上流階級御用達の裏のオークション。だからこそ帝国も共和国もこのオークションを黙認しているのね。おそらく今回の出品物の中にもいくつかあるのではないかしら。両国の政府筋から引き取られたいわくつきの品々を。要するに国際的にも黙認されたブラックマーケットってことですか？改めて聞くととんでもない話ですね。もちろんそんな仕組みもクロスベルならではと言えるわ。あなたたちにとっては歯がゆい現実でしょうけど、まあ逆らうのは難しいでしょうね。ライド。ただよくできてはいても不自然な仕組みであるのは確かよ。万物は気の流れと調和によって成り立つ。歪んだものは歪んだままでは決して長続きはしないわ。何かきっかけがあればいつ崩れ去ってもおかしくない。その意味ではあなたたちの頑張りも無駄にはならないかもしれない。キリカさん、そう言っていただけるととても心強いです。おしゃべりが過ぎてしまったみたいね。せっかくの機会だからいろいろなものを見てくるといいわ。それがきっとあなたたちの糧になるはずだから。あれは。ご来場の皆様、当オークションの主催者が参りましたので、皆あれ、ええ、ルバーチェの会長とハルトマン議長ね。皆様ご機嫌や。当オークションを主催してあるルバーチェ商会のマルコーニです。早いものでこのオークションも今年で8回目を迎えました。年々来場される方々も増え、それに比例して出品物もますます充実したものになっております。これもひとえに皆様のご理解とご愛顧の賜物であると言えましょう。そしてもう一方、毎年私どもの催しにこの素晴らしい邸宅を会場として手ご紹介しましょう。クロスベル自治州代表にして自治州議会をまとめる大政治家、ホルトマン議長閣下です。たった今紹介に預かった自治州議長を務めるハルトマンです。今宵この素晴らしい催しの場を提供させていただくのは誠に光栄の極み。
単なるオークションというだけでなく、各界の名士の方々が集い交換する出会いの場であるとも言えましょう。まだまだ酔いの口。オークションが終了した後にはささやかな夜間を用意しております。皆様におかれましては、どうか当館をご自分の家と思い、ごろごりくつろいでいただきたい。あれがマルコーニ会長にハルトマン議長か。議長の方はさすがに大物政治家って感じだな。自らの権威が揺るぎないものであるのを確信しているからでしょうね。ルバーチェの会長の方は初めて見たけれど、思っていた以上に。ああ、どちらも一筋縄、できれば話してみたいけど、さすがに自重した方が良さそうだな。ええ、私は一応議長と少し面識もある直接コンタクトするのは避けてもらえると助かるわ。分かった。さりげなくサロンから出よう。お客様、申し訳。こちらは当館の主人の居室になっておりまして。ということはハルトマン議長閣下。はい、その通りでございます。ただあいにく主人は不在でして、今でしたら1階左手にあるサロンにいるかと思いますが。ああ、さっき見かけた。お邪魔しました。
仕掛けてくると思ったが、今のところは異常なしです。さすがのヘリウェも、ハルトマン議長の顔を潰すような真似はしないんじゃないですか。バカ野郎、連中を甘く見るな。委員はもちろん、あのザオを有能すぎて組織の長老どもから疎まれてるって噂の切れ者だ。気を抜いてると喉笛に食いつかれるぞ。はい。しかし今回のオークション、妙な感じがして、ヘイウェイ以外にどこぞの連中がちょろちょろと紛れる、そんな気配にしやがる。それも戦場で培った傭兵としての勘ですかい。まあな。俺も焼きが回っちまったか。このまま何も起こらずに終わるに越したことはねえんだが、どうにも違うぜ。久々に借りがしたい気分。マフィアの若頭。おっと、こいつは失礼。当会場の警備を担当しているガルシア・ロッシといいます。防犯のため見回ってる最中でして、お見苦しいでしょうが、いや、見回りご苦労様だね。なんとかしのがないと。おや、お客さん、どこかで見かけたことがあるよ。気のせいじゃないかな。あなたみたいな大柄な人、一度見たら忘れないだろうしね。そうかもしれませんが、念のため名前を伺ってもいいですかね。ああ、構わないよ。初めまして、ガイ・バニングスという。ガイ、待って、その名前も。まずったか。どうしたら。遅れてしまいましたわね。こんな場所で会えるなんて本当に奇遇ですもんね。ええ、本当に予想外だわ。お嬢さんはどちら様で。私の名はマリアベル・クロイス。お見知りおき願いますわ。 IBC の。これはこれは、上から話は聞いておりました。今年はついに招待に応じてくださったわけですね。何度も断るのもさすがに失礼かと思いまして。こちらの方々は私の友人ですけど。いやいや、とんでもない。改めまして、ようこそ。まずはハルトマン議長にご案内いたしましょうかね。議長閣下には後ほど改めて挨拶しますね。それよりできればお部屋をご用意してくださる？先ほどまで商談をしていたので少し休憩したいのですけど。かしこまりました。おい、マリアベルお嬢様が部屋をご所望だ。くれぐれも粗相のないようにな。はい。してま、ええ、実際には見ているだけですから、ただの自己満足かもしれませんけど。でも気に入りました。エリーの同僚ならそれくらいの思い切りがないとふさわしくありませんもの。もう何を言ってるのよ。それにしてもベル、どうしてこんなところに。さっきの話を聞く限り来るのは初めてみたいだけど。ハルトマン議長からは毎年熱心に誘われていますので。ただまあ、怪しい方々との付き合いがある人でしょ。お父様はいろいろと理由をつけて断っているんですけど、私の方はなかなかそうもいかなくって。なるほど、確か
かにそうかもしれないわね。何か事情があるんですか？前にも言ったけど、彼女は ITC の事業のいくつかをおじさまから任されているのよ。このミシュラムの開発計画も担当しているそうだから。え？と言ってもホテルとテーマパークの運営に関わっているだけですけど、ただその関係でどうしても昔から住んでいる議長のお誘いはなかなか無下にできなくて、今年はこうして出席することにしたわけですよ。言いたいことがありそうな顔ですよね。まあね、ベルって自分が気に入らないことは絶対にやらないタイプでしょ。なのに事情があるからといってわざわざ足を運んだりして何か他に狙いがあるのではないの？さすがはエリー。実は今回の出品物に面白い品があるそうなんですの。それに興味があったので出席することにしたのです。それってどういう品なの？ローゼンベルク工房製の初期のアンティークドール。神塚の間で破格の値段がついた幻の作品という触れ込みですわ。アンティークドール、あの人形工房のですか？やっぱりそれもいわくつきの作品なのかしら。盗品か、どこぞの資産家が後ろぐらいでいう。詳細は分かりませんけど、噂では素晴らしい一品で、コレクターの一人としてこれは見逃せないでしょ。なるほど、あなた昔からあそこの人形のファンだ。ちなみにそういう人形いくらくらいの値がつくんですか？そうですわね、初期の作品は最近のものより一回り以上大きかったらしくて、ほとんど出回って、マイスターもそのサイズはもう作るつもりがないそうで、必然的にプレミアがついて。せっかくだからマリアベルさん、よろしくお願い。